赤文字に。てめえしゃべんじゃねえ。でもヴィランも学生服着てね、これ。うるせえ。いや、ツインテール多い。クロノバ。はい、どうもクロノバの魔王アルケだ。フルミヤ。シナです。シャルバだよ。甘いメレモです。このくだりの収録3回目カナマです。言うな我らあと少しで20万人なんだが、はいはいはい、20万人目指してこれからスーパークロノバになるにあたり、なんかタイヤ人みたいになっとるけど強そう。俺たちに足りないものがある。それは歌い手力。歌い手力。何言ってんの。それだよ。どういうことですか。いつものよ。情報が少ない状況で曲に対する深い理解が勝敗を分ける。題してボカロコードネームが今日の企画だ。ボカロコードネーム。あのボカロコードネームゲームですか。絶対知っとるやん。いや、わかんない。知らんけど。これはコードネームというゲームを元にしてるんだが、あ、前も配信やったねそれ。まあ、みんな知ってる人も多いと思うんだけど、うん、赤と青の2チームに分かれる、はい、うん、そして場にはボカロのサムネが描かれたカードが25枚存在してる。うお、これちゃんと用意したの。そうで、カードには赤と青の色、ハズレの白、そして死神の黒で色分けされる。はいはいはい。もう死神ちょっと気になるけども、まあ、自分のチームの色をより多く取ればいいというゲームだ。はいはいはい、はい、そう、まあ、例えばじゃあ赤チームのカードの中にキング、クイーン、アイデンティティがあった。ああ、それならわかる。例えばこれは全部カナリアさんの曲だから、うん、カナリア3だよね。まあ、数字もつけて赤のマスターはカナリアさん3じゃなくてカナリア3。あ、まあ、もうやかましいなお前。怒られちゃった。でそれを見て回答側は選ぶわけね。そうで黒を選んでしまったら死ぬ。即引いたチームの負け。まあ、それで死神の黒ね。あの元のルールじゃなくて、まあ、今回ボカロでやるってことで、まあ、俺たち歌いでってところで、まあ、この理解力とか知識力が様々求められるというわけですね。そうボカロ好きとしてこれは負けれないね。みんな乗り気だな。100万一件にしかすということで、はい、ゲームスタート。はい、はい、楽しんでいこう。クロノバ。はい、というわけでこちらが会場だということで、はいはいはい、はい、今からちょっとチーム分け、これ完全ランダムということで、あ、もう白とか黒とか関係ない、関係ない今回は。うん、ということでじゃあ早速始めます。来ました。うわ、うわ、アルケアと一緒じゃん。黙れ。ウルミアとレムとシノが赤。そうだな。お、青だ。オリーダ二人だ。シャルロ、大魔王、カナメ。これ識力は高いぞ。カナメ、ボカロ全然知らないからな、こいつ。まあ、知らないからね。まあ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 、俺らでサポートしていこう。シノさん頑張れ。頑張る。シノがお題を出していくと。あ、俺からですか。もう5分30秒よ。まあでも出てるカードは割と有名なの多いよな。まあまあまあ、割とね、有名どころを選んではいるからな。それで言うと。はいはいはい。別にこれサムネの特徴とか言うてもいいわけやしな。そうだな、うん、なるほどね。うわー、これどうしよっかな。まあ一番最初が一番大変よな。いや、そうなんだよ。じゃあまず最初はこんな感じでいこう。はい、赤文字に。赤文字。まあとりあえず、うん、酔いどれ、酔いどれやない、酔いどれやな。あ、ちょっと待って。え、でも2やんな。3つありますね、なんか。でもさ、これ有罪もさ、紙っぽいのも赤やない。あー、やったか。いや、まあでも一旦酔いどれはマストやとは思うね。そうだね、まず酔いどれか行くか、うん、行くか。本当かい。はい、おーします。いけ。はい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 、行きました行きました行きました。あれじゃないか、曲名が赤字じゃないか。あー、なるほど。え、でもキングとかは赤のイメージめっちゃ強いけど、これ背景だけやったっけ。一応サムネにって言われたと思ってるんだよな。神っぽいな、神っぽいなだと思っている。行くか行くか行こう行こう行っちゃうか。なるほど。よーし、まあまあ一旦こんなもんでいいんじゃないですか。まあ、ここね、あ、これじゃまだもう一枚引けるんだっけ一応。そう、2プラス1枚、まあ、こっからさ、バクチやバクチはガチャだけで十分だよ。よかった。さあ、シャルロが。さあね、いや結構むずいな。やっちゃっていいですか。いいぞ。じゃあやってください。じゃあちょっとこれにしようかな。ん、運よく、運よく行ってくれ。運よく、運よくなんかこれどうですか。ミク、ミク、なるほど。いや、わかるわかるわかる。そう、わかるし。まあ、でもあれはあれっていうのはなんかあるわ。サムネにミクがいるかどうかじゃない、やっぱり。いるとだ、メルと火花、メスマライザー、アニマル。あ、でもだけいるとかなじゃないこれは。って考えたらアニマル、メルと火花じゃね。ヴァンパイアは。あれ、ヴァンパイアもか。確かに、いや結構多いぞ。結構多いわ。それで見たら。こっちから惑わしに行くのもありやな。多いけど多いけど。運や。運ゲーム。本当に運や。けどザミクとかね。そう、緑のミクで考えたら。ヒント最後出しちゃダメだ。てめえ喋んじゃねえ。口悪い。じゃあまあまあメルと行くか。じゃあメルと行っていこう。じゃあメルよし。溶けてしまいそう。言うてますけど。自分が好きだけど。危険のようね。黙れ。じゃあ次の火花。これ火花だっけ。火花だっけ。まずいな。歌えてグループですよね。かろうじてね。いや、まあ火花じゃない。さすがに。火花は行くか。行こう。行きますか。おい。
よし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 、いいぞいいぞいいぞ。でこのあと1曲が難しいよな。むずいね。いやでもなんかシャルロって考えたら意外とこのメルトとか火花が来てるから、あ古い系のなんかイニシエのやつ、イニシエの説はある。まあ恋愛裁判じゃないか。わかんない、このヴィランがこれミクに見えてたかもしれない。それやばいだろマジで。もう信用できねえよこいつのことじゃ。青の認識しかないやんか。よし恋愛裁判行こう。恋愛裁判、恋愛裁判行くか。一斉ので、はい、一斉のするゲームじゃないやろこれ。なんなんだよ。そうはそのミクじゃなかった。仲良しかよ。仲いいな。まあまあけど2枚取れましたよ。そうだよ、はいはい、これイーブンだよ、イーブン。トントンかな。大丈夫だと思うんだよね。いきます。3枚取れたらかっこいいぞ。8とか8とかあるやろ。8とか、まあ、8取れる。ないない8 アンパンにでも2で僕は攻めようかなと思います。はい、はい、堅実よね。しきるね。学級、学校、ロフトアンはまず学校じゃない、学習机だよ。学校やな。いや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 、わかんないよ。いや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 、学校やな。え、でももう一個の学校って何。え、でもさ、教官ウォールマックもなんかランドセルなんだよ。あーなるほ ど、ただ少女霊も学校なんだよ。なるほど。あー学生ね、学生。ただまあ分かりやすいのはロストワン強風だと思って。いやでもヴィランも学生服着てねこれ。うるせえ。いやこれはレム先生の案で言っていいと思います。ロストワンとオールバック。じゃあまあロストワンから行きませんか。行きましょうよ。はい、はい、なんだてめえ。オールバック行くぜ。はいはい、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 はい。いや白だから。まあ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 、まあ、シャルロ行け。オッケーです。相手の赤を取られるよりまだ白に行った方がいいよね。まあそれはそう、うん、まあそりゃそうだ。いや赤取らした方がええんじゃん。そんなわけねえだろ。騙そうとしてんの。確かにな。おい騙されんのお前。頭が弱いってそれは。すごいバカ。むずい。やむずいよ白わかるよね。いやこれ今回本当にむずいの。マジむずいよね。あーでもあっお来た。どうした、ビビッとした。シャルロに電流発し見えた隙の糸。ほらじゃあこれだ。空で空空空空まあまあまあ、まあ、でも空を舞う。あそうだね。まあ明日の夜空は空だな。これだ。早いね。ありがとうございます。もういいんですか。えあえあえあおちょうよちょうよ。えもういいんですか。えちょうよ。ありがとうございます。いや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 、これはそれじゃない。それじゃない。一番空じゃん。ありがとうございます。いやこっからの立ち回りが大事な気がするんだよね。もう1個残ってる。まあそれがミスってんねやったら補足してくれてもいいし、補足しつつあれだよね、新しいヒントだったらなお、まあそれが一番ええな。うん、単語でいこうかな。はいはいはい。バチバチ単語でいこうかな。どこ行った。だってさバチバチちょっとやり合ってる感だったら列島上等っぽさはある。うん、列島上等と音がバチバチなんか内容がバチバチなのか、一貫冷凍か。ちょろろろろろ。はい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 。少女霊学校打っとく。いやこれねありなんよそれ。 あと7秒だよ。何個秒いっとくか。いっときましょう。あーそうです。そうやん、空があるやん、それ。あいやシャルロ考えてすか。オッケーオッケー。でもアンパイで行った方がいいと思うんだよな。バチバチなんやん。 あと1分だぞ。みんなこれ大丈夫だよね。オッケー大丈夫だ。はい確認しよう。最後まで疑念を持ってる。柱に乗って空飛んでいくやつじゃなくていいか。それタオパイパイやん。お前最高やな。さすがリーダーやわ。ツインテール。いやツインテール。なんで。ごめんそれ見てなかった。いやまあまあまあ、いや空でメズマはどうだ。いやさ空は違うだろ。空は多分あれじゃない、あのこれこれあの名前忘れた、シャルロットッチが歌ってたやつ。名前忘れた。あの1秒先の未来。違う、ソーラーの曲や。エンチタイエンチタイ。これ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 。オッケー行こう。オッケー。ナイス空。カンカンカン。これだ。じゃこれ行こう。剥がれ落ちたメイク。剥がれ落ちたメイク。